すべてが丸く収まったのもひとえに若様のおかげ。生徒たちは皆若様の前に頭を垂れひれ伏して感謝すべきです。セベク、もう少し声を抑えろ。マレウス様のお耳に触るだろう。マレウス様？ん？ああ、そうだな。どうした？ぼーっとして。なんと！まさか、下々の者に魔力を分け与えたせいで、お疲れなのではありませんか？ふん。あの程度でこの僕が不調になるとでも？いえ、そのような。出過ぎた発言をお許しください。なら、締まりのない顔でほうけているのはよせ、マリウス。茨の谷の時期投資が、そのようなことでは困るぞ。わかってる。親父だな。あまり夜更かしはしすぎないようにしてくださいね。寝不足は体に良くない。はっはっは。わしはもう第一線を退いた身。常時万全でなくても構わんじゃろ。お主らもいてくれることだしな。そんな！リリア様にはまだまだ現役でいていただかねば困ります。我々にとってリリア様は常に憧れであり大きな目標です。そうは言うが、わしとていつまでも元気でいられるわけではない。早く巣立つ姿を見せてこの年寄りを安心させてくれ。さあ、今は皆が無事に日常へ戻れるようあの星に祈ろう。そうだな、リリア。わしも幾度となくあの星に願いをかけてきたが、これが最後かもしれん。え？人の命は糸車で紡がれた絹糸のように細く、簡単に途切れてしまう。だが、儚く弱い存在だからこそ、互いに結びつき、折り重なることで、強くしなやかな歴史を織り上げることもできる。それが我ら夜の眷属の隣人、人という生き物じゃ。糸車で紡がれた絹糸のように、簡単に途切れる。か。ん？マレウス、何か言ったか？いや。何でもない。